こうな今こうなるよね。そうだね。見てればまあずっと見てる。で自分だけこっちいるから、ね、はいはい、ローラーすれば抜けてたなっつって、うんうん、見られるわけですよ。うんうんうん、でカモンカモン言われて、あ後ろにはいなんかいるのね。うん、はいどうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。視聴者のバトルメモリーを少々。はい、はい、というわけで、今回も西澤くんに、はい、迷えるイカタン、イカちゃん、イカタン、イカタンしちゃった。イカタン、やばいよ、やっぱなんか、うん、なんか大丈夫体。うん、なんか、いや、なんで、じゃあ背中見てどうすんの、なんで背中からなんか、なんか、おかしい。急に倒れたりしないで。迷えるイカちゃん、タコちゃんにアドバイスいただきたいと思います。はい、はい、お願いします。チャムさん。はい。最高24、平均22のローラー。おー、なるほど。25を目指して頑張ってます。なるほど、なるほど。自分の裏取りが、味方負担になってるかなと、逆に裏取りされる展開が、で、負けが多く、どうしたらいいか知りたいですということで、うんうんうん、まあ、ローラーなんでね。そうですね。ちょっとね、見ていきましょうか。おー、ローラー、ね。エリアで。はい、これはね、悩みあるんじゃないですか。ローラーはね、もう、どんだけ生きてるかです。なるほど。意外とね、なんか、倒しまくってやられてもいいからっていう感じに見られるけど。もうどんだけその製造時間、うん、あるか。そう、特にこのレベル帯はローラーいるか、うん、ローラーいないか、うん、その今戦場に、はい、もう上のイカのちゃんとマーク見てる人が多いんで、うん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 、いるだけで相手にとっては脅威になる場面が多いということでございます。強気にね、おー、1枚取れたらいいんじゃないですか。はいはい、ただこうなると相手は、いやローラーもういねえじゃん、うん、あの潜伏してるやついねえぞこれ、うんうんうん、で強気にね、動き始めるので。そうですね、そう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 、そういうのもあるよっていうね。なるほどなるほど、これ行きたい、ああだそういう理由でここ行くか行かないかを選ぶ必要もあると。ああ大事、うーん、かなりむずいね。で崩れ切らないっていうのがすごい大事なんだよやっぱり。ほう、その崩れると、うん、塗りを相当この前までさ、うんうんうん、取られるわけじゃん。そうですね。でこの塗れないローラーはね、うん、もうきついんですよこうなると。はいはいはい、まあ、味方に相当塗っといてもらわないと。そう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 、うん、だここも死なないでまずは1枚取る。はい、おおグイッと。これまあ最初に言ってたその裏取りっていう話ですかね。裏取りではないと思うけど、ここはまだ、うん、ここ生きるの大事なんです。はい、ナイスです。おお、いいですね。いいですよ、まあここ生きるとは、うん、ここも引いていい。うん、まあできれば味方飛びしたかった。なるほどね、確かに最低限の引きをちょっと意識したいっていうのはあると。あ、でもバレてるんで。お、バレていない。おお、あこの2はいいね。これは大きいね。今のバレてないんだね。意外とイカ忍者が見えてない。このレベル帯だとそうなの。うんうん、50上になるともうしょられるな。ああ、痛いか。ああ、惜しい。うん、惜しいね。こことかもね、生きる方が大事です。うん、そうか、そうか、はい。まあまあ、倒すに越したことないんですけど。うん。その塩梅がむずいね。それはもう慣れるしかない。この飛びは。おー。なんか結構、無茶を通してるね。ここはね、生きながら、うん、狙いたいんだよね。狙えるとこ。ああ、いいね。お、いい。ああ、あいつやり行きたいな。うん、ナイスペナ。まあ今この段階何もしてないんで、この10秒ぐらい、うん、何もしてなくないんだけど、まあ塗ってはいたけどローラーの仕事ではないと。いやいや、いいんだけど、うん、あんま脅威になったね。もっと脅威にしたい。あ、今の行動ローラーいるぞって思わせないといけない、ね、うんうんうん、だからちょっとあ、なんかそっち向いたらローラー詰めてくるかもな、うん、みたいな、うん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 、動きをちょっとしたいんですよね、できれば。この辺からかな。うん。うん、このローラーがこう行って、うん、ほら、もう、パブロそっち行ってるじゃん。うんうんうん。で、ほら、あと、北下に行きたいでしょ。うんうんうん。そうそうそう。ワンテンポ早く動くだけでも違うから。そうだね。うん。そうかそうか。取りたいけど、そうなんですね。うん。で、まあ、こうなると、潜伏はしてないんで、はい。敵からすると、すごくクリアリングもしやすいし、まあ、フリーで真ん中行くとね。うん。うん、だすぐ崩れちゃう。ほんとだ。で、まあ、こう引っ張るじゃん。はい。この行動ね、ローラーだとね、だから、1枚、通りたいんだけど、ナイスナイスナイス。おー、美味しいよ。はい。
りがないな。そうだね、生き残るので精一杯と、うん、この動きね、はい、あんまりローラ強くないね、やっぱね集団の方が強いね、これやるなら。まあ確かに塗り出せないしさ、うん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 、なんならパブロ的な動きにもなるんじゃない、そんなことない、うん、いやまあパブロは塗り取れるからね。そうかそうか、うん、だるいなと思われるけど、まあとりあえずあのローラ無視して前潰して残り1人にしちゃおうぜみたいな動きになっちゃうから、うんうんうん、まあローラーが裏側にいるってなんか意外と怖くないよね。怖くない、そのどうせ来るの見えるし、そう見えるんだよね、うんうんうん、そう塗り作るのにそう派手な動きするから、なるほどなるほど、分かっちゃうんですよね、どっから来るかとか、うん、どの辺にいるかとか、はいはい、音もでかいからね。そうおー、うん、いた。なんかこう、もっと手前から見ていいんじゃないかな。なるほど、なんか奥行きすぎな気する。だからまあ裏取りのことばっかり考えちゃってるって感じが。裏取りってかなんかもうなんか突っ切って、うん、だとりあえずあ敵陣の方行こうとして、ね、そう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 、うん、もっと手前のインクとか使ってこういうとこで1枚取るよ、これ取る、うん、あ欲しい、そうそう、こういう細かいとこちゃんとやってった方が多分パッチンに繋がるんじゃないの。なるほどね、いかに敵陣に行けるかじゃなくてちゃんとああいうのを倒したりとか、うんうん、そう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 、相手に時間をかけさせる。お、うん、ああこれはかなり、今の一連の動きは良かったですね。ねえ、うん、これ塗らないと負けなんですね。あ、いいね、うん、うん、まあ塗ってなかったか、ここを塗らないとダメだね。まあ分かるけど気持ちは。まあね、でも塗らないと負けなんで、仕事としては確かにと思うけど、うん、先やんなきゃね。なるほどなるほど、うん、確かにちょっとじゃあ前行こうとしすぎ、前っていう、うん、なんか前行こうとしすぎ、うん、うんうんうん、なんか相手って来てくれるから基本、そうね、そこ倒すシーンとかあんまなかったから。確かに、まあエリアに来ようとしてるやつを倒すってあんまなかったね、うん、それね、なんかちょっとバタバタしてるというか、うんうん、もっとどっしり構えていいと思う。確かにずっといるの分かっちゃってる感じだったもんね、うん、さあ西澤くんの実戦、はい、うん、ちょっとギア適当なんですけど、はいはい、はい、あのね、チャムさんは、はい、バタバタしすぎで、うん、なんかそのどこにいるか分かんないね、常に敵から見ると、うん、ローラーからするともったいないね。そう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 、うん、ああ、あそこにローラーいるなっていうのがなんとなく分かっちゃったと思うんで、敵が、うんうんうん、すごく動きやすいんですよ、相手からすると、ね、相手からすると確かに、もっとこう、こういうとこでさ、潜伏ちょっと混ぜてみるとか。そうね、そう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 、でこの当たった後もこう、ああいいね、カーリングに行かないとか、ああこれもうチャンスですね、チャンス中のチャンス。で変えるときはもうだからまあ無理はしないと。で前目取ったらそのこう潜伏入れれるじゃない。うん、そうね、そう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 、ローラーとしてさ、うん、うん、まあちょっと目がかかっちゃったけど、ここもこういうキル、うん、そうね、そうそうそう、こういうキルをもうちょっと入れたい。そうだね、今のも相手がまあちょっと警戒しなかったっていうのはやっぱローラーにとっては美味しい。そう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 、うん、でその状況に持っていけるからね、いるだけで、うん、うんうんうん、でこれで相手は多分もっと警戒するようになるけど、それはそれで美味しいからね、ローラーからしたら、うん、まあ今の見られた、見られたけどもう分かんないもんね、どこにいるか、うん、あ、惜しい。まあでもほんとこんな感じで、うんうんうん、なんかパブロみたいな動き、うんうん、福井さんも言ってたけど、うん、じゃなくて、うんうんうん、もっとこう、手前から、うん、そうね、じりじりここにいるかもの場所を増やすというか、ね、そうそう、こういう場面で血、うん、を突っ込んで、うん、確かに、そう、なんかあっち側に持ってってたんだけど、じゃなくて、ちょっと音聞いてねえから、どこにできるかわかんない。まあね、音も大事だね。こういう、そうね、ここでまあまあやっぱ
まだここにローラーいるのかっていうのが、わかるかわかんないか大事だもんね、だいぶ。うん。はい、はい。まあまあ、こんな感じ、イメージは。なるほどね。なんかね、突っ切ってもね、うん。あ、ローラー。で、終わるから。ローラー、あー、くるくる、バン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 バローラーいないけど行かなきゃ、いやここいたんかいみたいな。ああ、そうそう、それ大事なのよっていうのが出来上がるかどうかね、うん、ああ確かにね。いやこれ分かりやすかったんじゃないですか。うん、まあ、たまにね味付けでね、うん、試合中に一回やってみるとか。ああ、グーッとね、うん、行ってで、あのグレートバリア無理やり吐いて、はいはいはい、そこ拠点にして、うん、敵が前と後ろ見なきゃいけなくなるわけでしょ。うんうん、うん、ってなった時にその、あーってなってるとこを味方に倒してもらうみたいな、うんうんうん、のはやっていいと思う。確かに、まあできるっちゃできるけど、うん、それがメインウェポンじゃないよ。そう、それをメインにしちゃうと、もう、あ、はいはいはい、いつもあのボールドみたいな動きしてくるよな。そう、見ときゃいいやってね。そう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 。なるほどなるほど。さあ、同じマンタマですね。はい、はい、ここでもいろいろと見える部分があると思いますけども、あ、相手にもローラー、うんうん、カーリングに乗っていくのはね、4回か5回に1回ぐらいでいいっすよ。なるほど。その乗っていく感覚というか。そうね、うんうん、そう、毎回のカーリングに乗っているともう あいつカーリングに乗ってくるって分かっちゃうし。そうね、うん、読まれやすくなっちゃう。そう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 。あ、これだ。今のね、右手前倒しちゃう。まあまあ、まあまあ、これも強いけど、ね、倒しいいけど、うん、できれば 右手前倒してあげた方が多分安定する。まあ確かに、うん、あ、でもやっぱ初動のこれは強いね。強い強い、うん、確かにね。あ、降りる。おお、グッといったね。まあまあ、まあ、嫌だと思うけど、うん、ああ、これ死ぬのはよくないね。まあそうね、うん、相手からするとイージーでこう終わらせて、うん、まあ、でも相手も相手なんかすげえ裏取り。これ待ってりゃ敵来ますよ。ああ、これもうバレちゃった。ああ、ほんとだね。そう、ちょっとね、わちゃわちゃしすぎなんですよ。まあ今のがちょっと避けたバタつき。そう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 、バタつき、うんうんうん、今のはもうあれ待ってりゃ敵来るんですよ。そうだね、後ろ処理たかったと思うんだ、これ。そうね。これね。うん。で、まあ、飛びは多分バレてんだけど。はい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 。まあ、体出ちゃったからこうやったのかな。うん、一回出ちゃって、やべえ、これバレたかなでやったからね、うん。まあ、でも、あの少ない塗りでも、待ってるやね、うん。待ってるや全然潜伏させるんで、ローラーなら。狙える敵探しましょう。うん、切るからじゃないと無理なんで。そうだね。ああ、まあ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 、まあ、うん、グレートバリアなき、まあ無理かな今のは、うんうん、どっちに初心ってそうだ。まあ味方と思うんで。あ、グレートバリアいいね。おお、いいと思う。いいじゃないですか。ああ、そう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 、そういう待っといて。でもなるほど、それね、そうそう、もうバレてんだよ。ほんとだね。今の状況のカーリングに乗ってくるはもう絶対カーリングを、はい、にインク相手打ってくるから。まあそうね、うん。あ、なんか裏いるんだ。乗ってようが乗って前がバタバタしない、バタバタしない。そうそうそう、いい、ね、待っといて待っといて。ねえ、確かにこっちから降りてくる。あ、これは、あ、そうそうそう、あー、でかい。そう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 、あ、でもこれも取れれば最高だったけど。まあね、後ろサメライドの音聞こえてたから、うん、あ、でもそういうことっすよ、本当に。あの、待ってりゃ来るんで。そうだね、うん、インクうまく使ってなんかいいのかなと思って。2人で倒そう。ビーコン先壊して、あー、ナイスだ。おー、よく見た。あとビーコンね、真下にもあるけどね、うんうん、おー、おー、これもね、ローラー、うん、強みではありますけど、まあでもこれは、あ、相手にね、裏取り、裏、もうすごい来る敵だから、うん、まあ、見ててもいいかも。確かに惜しい。ナイス。もう裏来るの分かってるから、ね、こことかも多分左回ってくるんですよ。あ、ビーコンがほらすごいね、うん、ああ、でもナイス。ああ、惜しい。ビーコン処理しないとね、一生そこから転入してくるね。そう、一生そこから来るから。逆転じゃねえかって言われる。それこれ飛んだ。本当だ。もうワンテンポ早く動いてれば。そうだね、倒せたよ今。
まあ、あと左のビーコンね。アッパーしたね。うん。まあでもまあ、いるんでね。うん。あ、それテントス。そうそうそう。いいじゃないの。いいじゃん、いいじゃん。でまあ、起点にして飛びますわな。おー。リード取りましょう、これ。あー、前突っ張んないで、リード取る意識した方がいい、これ。あー、ここ。あー、行き過ぎだね。あー、これね、リード取った方がよかった、今の。確かに。うん。で、ここでペナつけられて、うん、今のはもう絶対リード。はい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 。本当はね。うん、なるほど、ね。で結局手前しょられて、うん、敵はほらもう陣取ってるもんだから。そうだね。うん。あそこはもう絶対リード。確かに。この展開見てももうあそこのリードが超重要なのは。うんうん、気づいてほしい、試合中に。そうだね。うん。ここね、倒すじゃん。うん、でも、激アツだよ、うん、ちょっとビーコン壊してないんで、はい。飛ぶんですよね。飛んでるんですよ。はいはいはい、はい。ってなった時に、今こっからどうなるかっていうと、敵が自宅から塗るんですよ。そうだね。自分側のね。そう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 。うん、で、ここって結構ストップかけやすいもんだから、うんうんうん。こうな、今こうなるよね。そうだね。見てよ、まあ、ずっと見てる。で、自分だけこっちいるから、ね、はいはい、ローラーすれば抜けてたな、つって、見られるわけですよ、うん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 。で、カモンカモン言われて、あ、後ろに、はい、なんかいるのね、つって。確かになぁ。そう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 。だから、その抜ける動きはね、ローラーあんましない方がいいです。そうね。うん、ま、強くない。ま、特にあの、さっきの、あの、高下というかさ、うん、そこら辺とかならまだわかるけど、あんだけ奥行っちゃうと、戻ってくるのも大変だし。うんうん、中央線した方がいいですよ。うんうんうん、ビーコン持ってる帝王の方だったら、わかるの、うん。あの、相手陣地にビーコン置いて、はいはいはい、やられてもね、そうまたそこ飛んで、みたいな。だ今相手にやってる。相手がやってること、うんうん。わかるんだけど。そうか、確かにな。意外とこの、塗らないと負けなんで。あー。意外とこのスノーローラーの方は、やっぱそういう武器じゃないっていうかね。うん。うん、まあ、あとはもう、左来るの試合中に分かってるから、うんうんうん、ずっとあれしかやってなかったから、敵。そうだね。もうローラーで左見たら敵入ってこれないから。うん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 。確かにな。うん。ちょっとその辺を、まあ、前に行かなきゃっていう気持ち、だそれこそ、だから、まだチャムさんは、その前でガンガン戦う武器だっていうイメージでやってたかもしれないね。ローラーは前で戦う武器じゃない。はい。まず、そもそもね。というね。うん。まず、もともとのその、時間、実は前提があって。うん。射程も短いし、うん、塗りも出すのも遅い。うんうんうん。うん、だけど、近くに、近寄れれば、一角取れるっていう武器だから。そうだね。うん。うん。はい、というわけで、はい、今回はチャムさんの、プレイを見て、うん、アドバイスいただきましたけども、うん、まあ、それを見てて、私気づいた部分があるんです。うん。はい。というわけで、本日の封じの気づきポイント。はい。チャムさんはね、うん、まあ、僕もね、似たような、あの、うん、悩みを抱えつつやってた時期があったので、うん、その、動いちゃう、体出しちゃう、うん、まあ、ホットブラスターなのにとかっていうのがあったんですけども、やっぱり、多分僕と同じように、間が怖いんじゃないかなっていう、うん、うん、チャムさんは。はいはいはい。うん、俺やっぱ間があるとすぐ喋り出しちゃう。間がなくても喋り出すからね、藤さん。俺が喋ってんのになんか俺のエピソードは、奪うときがかなりあるからね。あ、そんなんある？あるあるある。あらら。あれなんでっていう。俺が喋ってんのに、なんで急にっていう。多分、俺、かなりあるんですよ。俺の中では、あ、止まってるなって。これは、俺が喋った方がいいかなって。止まってはねえんだよ。思っちゃうみたいなね。で、やっぱそれ。句読点のところにね、入ってくる。あの、点俺のエピソードの。点そう。そう。あそこに入ってくるの。えってなるときはありますね。やっぱそれと同じ。チャムさんはね、普段でやってるかもしんない。ああ、そう。人の。やめた方がいいね、嫌われますよ。人の間を、おい、嫌われてんだってよ。やめてくれよ。だから、やっぱ落ち着いてね。うん。だから、それこそ、なんかこう、全体を、見れるようにすると、その時間をね、うん、5分っていう戦いでどう勝つかっていうのを、ね、うん、見れるとだいぶ変わるんじゃないかなと。そうだね。私もその、早く行かなきゃ、早く勝たなきゃみたいな、うん、ここでノックアウトしなきゃみたいなのでやってたら、うん、それで失敗したんで、うん、はい、ちょっとね、その余裕を持てるような動きをすると勝てるんじゃないかなと思いますけども、はい、まあそんなジャムさん、まあローラーに関してはね、2作のカーボン使ってたけど、うん、カーボンも近い感じなの。カーボンはまた違うんだよな。カーボンは割とガツガツいくんだよね。割と体出しながらでも戦わなきゃいけないみたいな、うん、はいはいはい、武器なんだけども、まあローラーは実はこうトラップ系というかね、こう待ってて倒すみたいな。そうね、どっしり。まずそっからだね。うん、それが前提で
いろんなその行動が刺さるようになってくるから。なるほど。それしないです、あの他の行動してても、うんうんうん、相手全然怖くない。そうね、うんうん、まあ、さっき本当見ての通りというかね、うん、バレてる時とバレてない時で全然力が違う、うんうん、武器なので。そうそうそう、はい、じゃあここからの戦いは西田くんの格言を胸に頑張っていただきたいと思います、うん、はい、というわけで西田くん、格言をお願いします。集団戦を心がけよう。お、めっちゃ格言っぽいな。格言っていうか注意書きみたいな、はい、はい、どういうことですか。なんかね、やっぱ一人で動いてるんですよ基本。うん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 、うんうん、なんか味方無視して、うん、なんか自分でやりたいことやるというか。はいはい。それできない武器なんで、まずそもそもが。おお、なるほどね。そもそもが味方前提で動ける武器なので、うん、うんうん、そこもうちょっと意識した方がいいかなっていう。そうですね。で結局前出て孤立して、うん、味方死んで自分も最後しょられて、うんうんうん、で相手に高い位置取られて、はい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 、でそこからクリアリングしなきゃいけない、ローラーでしんどい打開しなきゃいけないみたいな、うん、嫌な展開に繋がってたんで。そうね。うん、まあそれこそチャムさん本人も言ってた、その自分の動きが味方の負担になってるかもってのはちょっと当たってたかもしれない、ね、うん、お互いだね。ああ、お互いにね、うん、はい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 。なのでもうちょっと合わせた方がいいかなと思います、ね、そうだね、はい、実は味方の塗りも必要だし、はい、うん、大事な武器なので、うん、はい、そこを胸に、X マッチ頑張ってください、うん、というわけでまたお会いしましょう。さよなら。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。